はいどうも、スターハングリーズのマサです。お願いします。今日はマイヤーを使ってやっていこうと思います。はい、暗闇を突き破っていきましょう。簡単にスキル紹介しますね。はい、じゃあ早速見ていきましょう。まず、パッシブからですね、通常攻撃を敵に当てるたびに、攻撃速度が上がっていきますと。で、5回当てると分身を出すんですよね。自分の分身を出して、通常攻撃をするたびにその分身も攻撃してくれると。ちょっと攻撃力が弱い分身を出すみたいな感じですね。はい、こんな感じで分身がヒュンヒュンってこんな感じで、はい、攻撃してくれます。はい、こんな感じで。はい、でスキル1ですね。スピリットショット、まあバフですね。マイヤーの通常攻撃が敵同時に2体攻撃されます。はいはい、こんな感じでバシュバシュバシュで、分身も出ると分身も攻撃してくれるので、かなりね手数が多くなります。で、スキル2、これは、妨害ですね。上から矢が降ってくるんですけど、それに当たるとまあダメージと、あと、まあ、敵をバインドしますね。動けなくします。で、この落ちた矢が、こう広がっていくんですけど、それに当たると減速つけれます。こんな感じでこう方向を選んでドンですね。はい、直接当たった敵は、動けなくなって、周りの矢に飛び散った矢に当たった敵は、速度が遅くなると。ドンドンですね。はい、こんな感じで、まあ、割と発生も早くて当てやすいんじゃないかなって技ですね。最後、スキル3、隠れ身、ですね。これは要は逃げスキルになってます。こんな感じで透明になって逃げれる、足が速くなって。でこれ使うと、さっきみたいにこんな感じで溜まります。勝手にこの通常攻撃を5回当てるね、このパッシブが、溜まります、勝手に。はい、という感じで、まあ、ひたすら、通常攻撃、まあ、バフだったりで強化して通常攻撃で敵を倒していくっていう、そういう感じのキャラになってます。じゃあ早速、リプレイの方を見ていきましょう。はい、じゃあこの試合見ていきましょう。ちょっと痒いっすね、ちょっと痒いところがあったんで今ちょっと書きました。はい、まあゴールドレーンのなので、とりあえず最初はゴールドを集めに行きます。ここですね、敵一人だと思ったんですよね最初。そう、これリプレイなので全員見れてますけど、一人だと思ったらまさかの二人いて、やべえやべえやべえってなってます今。はい、まだ引きながらちょっとミニオンも借りたいっていう、そのね、狭間で葛藤しているって感じですね。はい、でかなりもうミリ敵は深追い、なぜか深追いしてきてタワーに倒されてダウンですね。何をやってるのかわからない。はい、冷静にリコールで戻ります。はい、ゴールドのねミニオンを買ってお金を貯めていきます。でもね、やっぱ2体ちゃうときついので、あんまり本当はね、こう出ちゃダメなんですよね。出ちゃダメなんですけど、この頃初心者だった僕はね、やっぱ出ちゃうんですよね。はい、倒したくて、敵を倒したくてうずうずしてますね。まあマイヤっていうこのキャラはやっぱ序盤はちょっと弱いっすね正直。まあお金を貯めてね、装備が集まってくると、かなり強くなります。通常攻撃の火力がバカ高いって感じですね。はい、タートルを攻撃するぞと言われましたが、ナイスって感じですね。味方よく耐えてくれました。はい、この敵を追い払って安全に、はい、ゴールドを貯めていきます。でこのねヤドカリ、こいつがねうまいので、ぜひここはね取っておきたいんですけど、敵がなんかね横取りしようとしてきたんで追い払っていきます。はい、また2人来ましたね。まあ、この時点で敵のね、マイヤーとのねもうレベル差が格段にあるので、まあ有利なんですよね。で味方がここ、サポートしに来てくれたんで、ヤドカリを狩ろうと思ったんですが、なぜか横取りしていく。お前さ、取るなってな、お金必要なのこっちは。すげえ横取りしていくんだけど、あ、まあそんなこと気にせず
お金を貯めていきましょう。また2人いますね。2対1でここまでよく頑張ってるって感じですか。褒めてもらっていいですか。ちょっと、はい、敵がこう狙ってるんで僕は下がって、はい、おびき出して味方にやってもらうと。いいチームワークが出たんじゃないですか今。こっち4人いるんで、もう完全にへし折ってやりましょう。相手のタワーをね、殴ってお金を貯めて、止まらない、はい、タワーを破壊して大量のお金を入手したと。 MP がないのでここは帰りたいところですけども、ちょっと余裕があったんでここのミニオンも倒してから帰ろうかなって、そういう考えをしていると思います多分。じゃなきゃこんなことしない。はい、敵が来たんでリコールして戻ります。はい、タートルを攻撃するぞと言われたんで、まあリコールで戻ってたのでちょうどよかったんで、そのまま向かいます。はい、ちゃんと参戦して OK、 タートル2つ取れましたね。これはでかいですよ。集合かけられましたね。 OK でちゃんとついていきましょう。後ろをそこを二人でやろうってことですね。オッケーオッケーオッケー、やるよ、逃がさないよ。はい、しっかり妨害してキルしていきましょう。この辺からねだいぶ育ってきて攻撃力も高くなってきてるんで、結構かなり強いですね。火力高くなってます。はい、バフでしっかりミニオンを狩って、これミニオンね狩る速度だったりタワーを折る速度ってのがめちゃくちゃ速いので、うん、そこはね結構いいですね。まあ打ってて気持ちいいよね。音が気持ちいい。ピチョンピチョンパシュ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 みたいな。まあモンスターハンターでもね、はい、ワールドでもまあ弓使ってたんで、はい、アーチェリー得意なんで、はい、はい、ここもタワーを追っていきましょうと思ったんだけど敵が来たので死竜はやばいので逃げます。はい、あいつに絡まれたらもう死ぬからさ、やばい。味方そこ固まってる。エウドラが来たのでここはと思ったんですけど、危ないっすね。今コンボ食らったら死んでたんじゃないですかワンちゃん。味方が速攻カバーしてくれたんで助かりましたね。はい、このミニオンを処理して、味方の自分のミニオンを進軍させます。はい、ここで倒しきりたいのですけども、倒しきれなかったと、はい、しゃあないですね。はい、タワーを降ります。音いいよね。パチョンパチョンパチョンってすごい気持ちいい。 OK、 タワー割れましたね。でまあ真ん中ですよね。やっぱり敵密集しちゃってるし、下のレーンはね大量にミニオンが出ちゃってるんで、で上のレーンもやばいっすね。誰もいないって感じですね。まあ味方はそれに気づいて速攻カバーしに行きました。やつこれタートルをねやりたい。一人でタートルを何とかしようと思ってますね。マヤできるかこれ。これいけたかな。回復しちゃった。カメ大丈夫かってとこっすね。この攻撃速度がやっぱり売りですよね。早い、めちゃくちゃ早い。味方がしっかり、来てくれたので倒せました。あ、これで2個目か。あれ3つ目かなりね、もうお金の差と経験値の差がレベル差がすごいついているので、もう勝ちでしょ。もうね、負ける試合はね、マジでもうやめたくなるもんね。うん、本当に。途中でなんか抜けちゃったりするとペナルティがあるので、はい、信頼度も下がるし、ペナルティでこうプレイできなくなるから、まあ、やめるなら降参ですね。ここはやばいですね。はい。このね、エウドラのスタンからの、スキル1、スキル3のウルトで、ほぼほぼ死んでしまうので、かなり気をつけなきゃいけないですね。はい、この上のレーンがねだいぶ、タワーも折れてるし味方も向かってるので、下のレーン誰もいないのでこっちから、押そうかなっていうふうに考えてますね。はい、ミニオンを狩る速度が
早いのでサクサクっといけます。この速さよな、マジでめちゃくちゃ速い。はい、敵のお嬢ちゃんが来たんですけども、こちらの方が上とレベル2ついやっぱやったからね、うん、であいつ下のね、あの子はスルーして真ん中もう折っちゃいますっていう気持ちですね。真ん中圧かけるとさすがにね、下のレーンの人も戻ってこれざるを戻ってこなきゃいけないので、おっと痛い、そこで回避できましたね。よかった。こっちのタワーを折って折って圧をかけていきます。もうここまで来たらね勝ちですね。敵3人落ちてるんで、で1人はもうね陣地めちゃくちゃ進んじゃってるんで、はい、支流でもう敵はいないですね。あとは追って終わりですね。早い、めちゃくちゃ早い。まあ結果はこんな感じですね。まあ MVP は取れなかったし、別にね評価の点数も高くないし、まあ1です5キル3アシストって感じで、まあ特に育ちきってもないですね。すごい早い試合、早い展開で終わりましたね。まあ、マヤは本当に最初から使えるキャラで、まあ、使いやすいですね。逃げスキルもあれば、敵を妨害するスキルもあるし、まあ、通常攻撃、ミニオンを狩る速度も速ければ、タワーを折る速度も速いんで、結構いいんじゃないかなって。はい。思います！じゃあまた！じゃあ終わります！また、次回の動画でお会いしましょう！さよなら！